起き際よりは、脱下に属する魚類。このトガでは、最大で1.5メートルに達する。ゲームフィッシュである。トゲ状はない。背びれは2125何情。尻びれは1922何情。脊椎骨数8086。幼魚の歯が前方を向くことで、他の天軸脱属と識別できる。体は、円筒形だが、他の脱類に比べより太く。 頭部が短い。背面は、濃紺。側面は、銀白色。覆面は白。明瞭な小柄隆起があり、尾ひれは強くにそする。幼魚は、背びれ後部が黒く伸長する。最大全長150センチメートル、最大重量6.35キログラムの記録がある。インド太平洋では、西は、黄海、南アフリカ、東は、フランス領ポリネシア。 北は日本、南はニューサウスウェールズまでで見られる。大西洋では、西は、ニュージャージーからブラジル、東は、ビオコ島、カメルーンリベリアからアセンション島まで、ギニアセネガルカーボベルデ近辺でも見られる。東、太平洋では、TC クロカダイラスではなくアシュ、TC フォーディターが生息し、カリフォルニア湾からココシ島、パナマまで見られる。外洋海優勢で、 単独か小さな群れで、小子、サンゴ礁に近づき、主に小魚を食べる。卵には、付着糸があり、海藻に付着する。夜間、修魚島に引き寄せられた、置き座より他のダツのように、ゲームフィッシュとされ、修魚島を用いて捕獲される。食用になるが、浜ツのように骨が緑色であるため販売される、ことは珍しい。 驚いたとき、強い光を浴びたときに、水面から飛び出し、突き刺さるため漁業者に恐れられている。ありがとうございます。